げちゃったです。中島聖奈です。ゆらです。萌え作家の宮城です。はい、あれピンポンやらなくていいの？ピンポン。はい、本日はどんなことをするんでしょうか？紙コップ使って、ゲームしていこうかなと。僕も含めてトーナメントで誰か優勝者決めようかなと。おお、なるほど。決めちゃったらダメじゃないですか。勝ち目ないよ。確かに勝ち目ない。やっぱ落とすだけ。まあまあ勝てるっしょ。まあそこからの自信。どうした？勝てるっしょ。水槽の紙コップじゃないですか。想像力すごない？すごい良いと思わなかったです。え、これ全部落とす方が、はい、はい、まあ、誰が一番早く落としたかのスピードを競う。これ全部落としてもらったら、なるほど。グッドパーで分かれましょ。おわーぶっ潰してやるぜ。わー、ちょっと加減してくださいちょっとどっち、さっきいきます、この、ここの対決ってことでしょ？そうです、対決で、ここの対決でしょ？でもこっちの面じゃないですか、もう見えてるから結構。まあ、そうだね。おい、痛いよー。よーい、スタート。さあ、どうなるか。おーおー、いってみる。いいよ。おお、ちょっとなんか、なんかいいよ。みなみさん相手に名勝負。あ、なんかめちゃめちゃいいじゃん。いや、めっちゃ早い、早い、全然早い、全然早い。みなみさん負ける。勝ってる、勝ってる。うまいうまい。買ってるよ。おー、うまいね。いいね、いいね、いいよ。ちょっとゆなちゃんちょっとリードしてるね。すげえ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 。これ宮城さん本気なんか。どっちなの？あ、宮城さんに勝っちゃう。あ、宮城さんの勝ちかも。待って、一気にいける、一気に、一気に落とせ。あと一個。あ、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 いや、めちゃめちゃいい勝負やった、うん、ドキドキしたどうですか、意気込みとかありますか？意気込みっていうか、まあ、今日は勝っちゃおうかなって感じですサクッとな、はい、サクッと言ってますけど、宮城さんのところに行こうかなって。まあまあまあ、そのセリフそのまま返しますよーい、スタート。優しいね。間違えた、間違えた、やばいやばい。これ全然落ちない。やばい、めっちゃ落ちる。え、あと4つ。やばい、いやー、あー当てばっちょんやまたいい。めっちゃめっちゃ、いや、あと2個で来たい。見てんな、様子見てんな。あー、
あのロスあっても1残ったっていうね、すごい悔しかったな。惜しい、あと1やで、1しびれた、ほんとなあ、ちょっとでも対決できたら嬉しかったな。あ、次もはい、お待ちしてます。はい、また次回もよろしくお願いします。お願いします。